なんですっぴんって、ま、あえて言うかというと、その今日は私は顔のコンディションが別に本気じゃないからね、だからコメント欄にかのちゃん今日顔色悪くないとか、そういうのはあのすっぴんだから別に書く必要ないよっていう予防策を貼っておくために最初にすっぴんって自己申告しておいただけです。ということで、はい、よろしくお願いします、はい、今の全部言う？お願いします。無理だわ。こんばんは、同じく絶賛すっぴん中のりょうちゃんです。ということで今日はですね、まあ、私たち元男の子ということで、はい、まあ、いろいろと生きていく中で街中歩いてたらなんか辛い体験とかありません？ないですか？過去に結構あった気が。同じく私も過去に街中で、なんだろう、暴言まではいかないけど、よくわからないその他人に傷つくこと言われたりとかしたことあるんですよ。なのでちょっと今日はこの過去のまがまがしいエピソードをお互い3つずつ発表していこうかなと思います。どっちから言ってきますか？1個ずつ言ってくる。1個ずつ交代交代で。ヒロちゃんからでいいですか？ドンキ事件。なんすかドンキ事件って？ドンキですか？あのドンキホーテってある？はい、ドンキホーテですよね。ドンキホーテのドンキか。そう、はい、ドンキホーテってさ、どういうわけか結構ほらやんちゃな人が集まる傾向にあるじゃないですか。田舎はそうなんです。田舎のドンキホーテって結構やんちゃな人は。ヒロちゃんは今あれなんですよね、群馬の方に住んでるんですよね。そうするとどうしても絡まれやすい。ドンキでですか？そう、ドンキホーテに女装ってわけじゃないけどね、女性っぽい格好して行くと、入り口あたりにたむろしてるやんちゃな人たちに結構絡まれる。どんな感じで絡まれるんですか？おいカマーって。マジですか？今の時代そんなあからさまの人います？その時反応しました？ひろちゃんが言われた時に、あ、どうもおかまですみたいな感じで。マジですか？私もし逆に言われたらショックで寝込むかもしれないですね。絡まれて、はい、そんなことないですみたいな感じでこう反発すると、なんか余計その場が面倒くさくなりそうな気がするから、そこは居直っちゃうっていうのかな。あ、どうもおかまですみたいな感じで言ってた方が、あ、そうか、なんかうまく流せるかなみたいな。わかりました。じゃあこの沖はですね、まだ見た目的にはちょっと中性男子だったんですよ。でも服装変えたら女の子にも見えるよね的な、まあ、それは自分で思ってるだけなのかもしれないですけども、そんな感じで当時服装は黒いスキニーパンツに上がピンクパーカーみたいな。うん、中性的じゃないですか。ちょっと前の私あ、かもしれないです。似てる格好です。それで街歩いてたんですよ。もう普通に化粧もしてたから、あ、私は女だみたいな感じで普通に歩いてたんですけども、その時にですね、まさかの人生初のナンパをされまして。ほう、めちゃくちゃ嬉しくないですか？女と認められた瞬間ですよ。やったー、そこで新宿駅の東口広場で、でもなんかちょっとチャラチャラしたイケメンなお兄ちゃんみたいな。でその人に声かけられたから、あ、何ですかって言われたら、お兄さんホストやったり言われました。どこに間違われた？ホストのスカウトでした私は束の間の一瞬のナンパされたんだっていう喜びは一瞬で終わりました、ね、ヒロちゃんの後に私これ言ったらすごいインパクト薄くないですか？やば、ちょっと私、はい、え、また重たいの言っちゃって平気？人生初の痴漢に会った時です。どんなシチュエーションだったんですか？足利駅ですね。ちょうど電車乗ろうと思って電車が行っちゃって、田舎だから1時間に1本しか電車が来ないんですよ。しょうがない、次の電車まで待つかっていうので、ベンチに座ってた時に、はい、後ろからベンチ越しに羽交い締めにされたみたいな。これベンチが間にあるからもう身動きが取れないんだよ立ってるところだったらね、ほら後ろ投げ飛ばしちゃえばいいんだろうけど。え、それ相手どんな人だったんですか？相手なんか結構中年男性っていうかな、はい、パッと見た感じ、それが結構ショックだったかな。ドラマとかなんかそういうんだとキャーとかいう声が出たりするとか、なんか怖いことがあったりすると、はい、声が出ちゃって、もう
うね、そういう時って何も声が出ないんだよね。固まっちゃうっていうか。しかもさらにショックを受けたのが、元男性っていうか、はい、もう分かっててやられたっていうのが。なんでですか、向こうに確認したんですか。いや、耳元でねえねえお兄ちゃんって言われたから。それはあれですね、ショックですね。お兄ちゃん、お兄ちゃんなんだろうっていうふうに言われたから、それはちょっとショックだったかなって。まあ、それにいろいろ触られたっていうのが。その後はどうしたんですか。やめてくださいみたいなやつなんですか。抵抗はしたんだけど、間にベンチがあるから動けなくって。そういう時に限ってホームに誰もいないんだよね。この状況誰も助けてくれない。結構首の周りとかすごい舐められまくったりとか、胸触られまくったりとか、なんかすごい結構な勢いでされたんだけど、それを誰も助けてくれないし、誰もいない、自分でどうにかしたくても何もできないみたいな状況になっちゃって、もう八方塞がり。少し男性不信が落ち着いてたのにもかかわらず、それでまたさらに拍車がかかるっていう。ひろちゃんあれですよね、男性不信って言ってましたもんね。わー、でもなんかすごいっすね。それはじゃあ次青木。はい、この青木はですね、あの電車の中で朝帰りしてたんですけど、当時あれなんですよ、私歌舞伎町で、元男の子界隈だったらもう知らない人はいない、もう有名なあれですよ、クラブメモリーっていうニューハーフバー。メモリーってあれなんですよ、ちょっと自分で言うのもなんですけども、本当に可愛い子しか入れないみたいな。老舗だともう30年くらい続いてるニューハーフの、なんだろう、登竜門的な。だそこで私青木さんの名前つけてもらったんですよ。有名どこで言うと、あの椿彩菜さんとかの、私男子校出身ですよって、なんかすごい売れたあの本書いた、あの元男の子タレントさん、椿彩菜さんの本を読んで、私はそこに同じところで働きたいって言ってクラブメモリー入ったんですよ。おお、だからメモリー働いてる自分はもう私は完璧なんだみたいな、もう男にずっと見えないっていう、なんか圧倒的な自信だったんですよ。このクラブメモリーで、まあ夜まで働いて朝帰るじゃないですか。電車乗ってる時に目の前にフィリピンの男の人2人座ってたんですよ。私のことずっとチルチルなんか見てるんですよ、ずっと。あー、これ私のこと好きなんだなみたいな、私ってモテるからなって思って、なんだよもう本当に素直じゃねえなって思ってたんですけども、なんか男の人たちが、多分私が、まあ、南日本人だから、フィリピン語で結構大きな声でバクラバクラ言ってるんですよ。バクラってどういうことかっていうと、まあ、私の母親フィリピン人だから分かりますけど、バクラってオカマって意味なんですよ。だから、え、私めっちゃオカマって言われてるじゃんみたいな、と思って、私普通になんかスマホこうやっていじってるふりしたんですけども、もうバクラバクラ言われてるから、もうそれどころじゃねえみたいな感じで硬直しちゃってこれは何なんだこれはみたいな。オカマいるよ、ほら見て、オカマでも目の前に座ってるオカマって言われてるんですよ。しかもその時クラブモーリー入ってるっていう、私は圧倒的な自信と地位を手に入れたと、まあ、思い込んでますから、ずらい、はい、もう終わっちゃいました。最終章これぐらいしかないんかな。ちょっとヘビーすぎるのを出しちゃったから。じゃあ私で最後締めてもいいですか。あ、どうぞ。私これこそ結構あのヒロちゃんまで行かない、いや行くかもしれない、ヒロちゃん並みにあのヘビーかもしれないですけども、私当時あの高田馬場によく行ってたんですけど、性転換する直前ぐらいの頃で、その時も私はなぜか根拠ない自信に満ち溢れてたんですよね。なんかすれ違う人にちょっとでも目があったら、うわー私ってこんなに動けるんだなーみたいな、もう無駄骨じゃんって思ってて、でその時に高田馬場の階段の目の前で、なんか多分ちょっと私より上ぐらいの男の人から声かけられて、ナンパされてるんですよ。うるしいじゃないですか、うるしいけど、でももう私はもうモテモテだから、そんなちょっとドライに、何ですかみたいな、え、ナンパですか感じで、そんな感じでちょっと塩対応したんですよ。その人がすごいなんかいい感じの人で、いや、なんかもう君のことは大好きみたいな、もう一目惚れしたからちょっと一緒にご飯行こうみたいな、でご飯行ったんですよ。でその時私はまだ元男の子っていうか、まだ下ついてますとか言ってないです、ね、ちょっとシンデレラモードを楽しもうみたいな、そんな感じでご飯食べてたんですけども、私はちょいちょいその人とご飯食べながら話してる時にジャンプを打ったんですよね。なんかもう私は別にその人と付き合いたいとかそういうんじゃない
味わいたいっていうためだけついてただけなんで、その人と話してる時になんか You have to どう思うとか、なんかそういうことをちょいちょい私はジャブ打ったんですよ。 You have とかってね、最近タレントとかいるじゃんって、そういう人たち見てどう思うみたいな。その時にその人がいや俺そういう人無理みたいな言ったんですよ。いやいやいや目の前いますけど、いますけどみたいな。ああそうなんだ、まあ私もなんかよくわかんないやみたいな感じで私は話をこうこねくり回してたんですけども、帰る直前ぐらいにまたそんな感じのジャブを私が打ったんですよ。私本当は男なんだよねみたいな感じで言ったら、いやまたまたまたみたいな、そのまたまたって言われることがすごい私は嬉しかったんですけど。おー嬉しいじゃないですか、だって、まあ確かにね、信じてもらえないってことで嬉しいじゃないですか。で、いやいや本当だって私もともと男なんだよって言って、もういいからって、まあ、それいいからいいね、じゃあカラオケカラカ行くみたいな感じで、俺は本当に私もともと男なんだってみたいな、だからなんか私もすごいその絶対信じてくれないみたいな感じの返しが欲しくなっちゃって、欲しがりだからわあすごい信じてもらえない、よっしゃーみたいな。多分見てる元男の子さんだったらもうその気持ちが分かると思うんですよ。否定されるのめっちゃ気持ちいいじゃないですか。うん。お世辞だとしても。そうそうだね。で、そういうやり取りを5回ぐらいやったんですよ。したら結構やったね。はい。したらその人がなんか何がしたいのみたいな感じになってきて、だから本当に私元男なんだってみたいな。え、じゃあ昔の名前何？って言ったら、P ですよ。ダメですよ。私昔の男子じゃん、本名言ってないんで P なんですけど、え、何？え、でも本当だってって言って、で私いつもこれ見えないと思うんですけども、上向いたら私喉仏が微妙に見えるんですよ。それを私その人に見せたんですよ。えみたいな。え、でも女の人でもそういうのいるじゃんみたいな。え、だから私本当に男なんだって言ったら、だからもういいからみたいな感じでその人アンドロイドのスマホをなんかもういいからって、俺をからかうんじゃねえって言ってバーンって下にうちのところですよ、めちゃくちゃブチ切れて、もういいからって言って、うん、聞いていきました。ということで、はい、今回ですね、ヒロちゃんといろいろ語っていったんですけども、いかがだったでしょうか。少しでもこの動画を見てよかったと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、TikTok も、画面の下からフォローお願いします。あとヒロちゃんのチャンネルも画面の下にリンクありますので、チャンネル登録してください。また次のところでお会いしましょう。またね。